石井清武の。白熱教室。みなさん、こんにちは。石井清武の白熱教室。今日は第三回ですね。今日は。記号の話をしたいと思います。ええー。あの、だしですね。あのこう。あれ、こういうとこ使っちゃうの。とかですね。こう。あの、なんか。 ダーシばっか見てる気がするなとかですね。まあ要はこうもやもやした気持ちがこう消えなかったりとか、こうやっぱするわけですよ。でなので今日はダーシどうやって使うのがいいんだろうかという話をしていきたいと思います。ちょっと書きます。これあの三枚の一つながりの字幕ですね。寂しくてたまらないよ。君が僕の元を去っていったから。今じゃこの部屋も広すぎる。これまあ。 一枚目の字幕これが出ます。で、問題ないですね。二枚目出てます。出てきます。問題ないですね。三番目、出てきますね。その時に、僕、ら、僕たちはですね、観客は、あれって思っちゃう。あのー、こう、あ、まだ続くんだ。っていうね。あのー、こう、ある意味、この三枚目の字幕出たときに、僕ら、はこう。あのー、こう、裏切られたかのようなですね。思いを、こう、ちょっと、えー、持つかもしれない。 なぜかというと、寂しくてたまらないよ。次に、君が僕の元を去っていったからと思うと、あ、こう読むとですね。この字幕が。この字幕が、ここにかかってんだっていうふうに、僕らは理解するわけですよ。で、その思って安心した途端に、三番目が出てきて、あれ、あ。こうじゃなくて。あ、こっちに繋がってたんだ。って思って。こう。 裏切られたちょっと残念な気持ちびっくりする気持ちになったりとかするんですねでこういう時にダッシュ使えばい,いと思いますここにね棒を入れますそうするとここで「寂しきたまらないよ」っていう言葉にかかるんだなこの字幕はって思わないんですよねもう次につながるんだとそれが一瞬で分かるということですね。ああとですね、あのーえー もう一つの例をちょっと見てみましょうかね、まあ、というですね2枚の字幕があったとするじゃないですかでさっきの台詞を使わなきゃいけないケースは、えー、こうどっちにつくか分かんないっていうですねそういう,こうどっちつかずの文章があった場合っていう、えー、その時にはちゃんと後ろにつつあ続くんだってことをつあの使いましょうと、えー、示しましょうということで、えー、あの一つの例を出しましたけどこの例っていうのは。 これなくてもですね、まあ、使わなくてもいいわ例えばこれ「瞬間に」とかやれば絶対これ、あのー、後ろにつながってると分かりますよね。これ特になくてもつながります。なんですけど例えばここに「に」を使う代わりに「だし」を使うことによってちょっと違う感覚が生まれてくるこういう形でだしを使うことによって少し 雰囲気が違ってきますね。こういった言葉の演出の一部として台詞を使うってことも、え実は、あの、機能としては、役割としてはあるんですね。これが出た瞬間に、人は、ちょっとこれ2と比べてみましょうかね。2こう。こういった字幕、この字幕が来て、やつがウォームアップを始めた瞬間に、スピードと技術のレベルが段違いだと分か、ったスピード技術と段違いだと分かった、こうですね。これと、 やつがウォームアップを始めた瞬間スピードと技術のレベルが段違いだと分かったこの違い僕にとっては出だしを入れることによってなんとなくですね次の字幕がよりちょっと待ち遠しくなります次の字幕待ってねこれからこう僕の言いたいことがこう出てくるよこれからこうヤ場が来るよっていうようなちょっと えー、こう期待感を煽るようなそういうこう効果があるような気がします字幕にとってですねダーシがなくてならないっていうことじゃないと思うんですよなので、えー、字幕ダ、えーシをですねこちら使ったらいいのかなあるいは使わない方がいいのかなって迷うときは一度全部取っちゃいましょう一旦取った上で実際に今日 あのご説明した2つのケースですよねそれでこれを使ったらより私の字幕がこうよく伝わるっていうあのそういうふうに思われたところだけに使うという使い方をするとその出菓のですねこうとっておきの効果が、えー、よくこう発揮できるんじゃないかなと思います。じゃあ今日はこれまで